会のより、令和4年、Kagami Biraki、並びに稽古を始め開始いたします。新成人、はい。草原会長に、you
そう。開門。どうぞ。そう。自宅男性に座ると。どうぞ。自宅男性に座ると。ただいまに鏡開きを行います。神殿に、はい、クラーク会長、はい、植木セクシャル、はい、まずはじめにクラーク会長にお言葉いただきます。皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。先ほどは非常にいいレッスンを思った、いい演舞を見せていただきまして、非常に心強く感じました。まあ、年が明けて今年がどういう年になるのか、あの新型コロナウイルスも少し収まってきたかと思った時にオミクロンが登場して、まあこの先どうなるのかよくわからないというのが専門家の見方でもあるようですけれどもね。でもオミクロンというのは前のデルタ株に比べると何しろ 4、5 倍の感染力がある。で、現に感染者数が今ぐっと増えてますよね。そんなことが連日報道されるとなんとなく暗い気分になるんですが、まあ物事には両面がありますから、オミクロンというのは、これも専門家の話によると重症化しにくいって言うんですね。で、なぜかが問題なんだけども、デルタ株っていうのは喉からね降りて肺に入っていくわけ、それでみんな呼吸をやられるわけですね。で、どうもオミクロン株っていうのはね、ここで止まっててなかなかこっちに入らない、だから重症化しにくいという説があるかと思うと、いや必ずしもそうじゃないという、WHO からのその声もあったりしてよくわかりませんが、しかし第6波と言われるのが始まっているわけでね、これもずっと続くわけじゃない。多分今年中には6波は終わるでしょう。7波があるかどうか分かりませんけれども、でもだんだんと収束の方向に向かっていくだろうというのはほぼ間違いないことなんでね。だから我々もあまり感染者が増えた増えたって言ってそちらにばかり気を取られないで、その先を見据えて、でこの空手協会のいろんな活動をですね正常な軌道に戻していく必要があると思っております。皆さんには指導員として、自ら稽古に励むと同時に、いろんな人に、教える立場ですから、で皆さんが中心になって、そして植木主席師範を中心にしてですね、この空手協会が一致団結して、で、通常の活動が行えるように持っていく必要があると思います。その意味でこの2022年令和4年というのはこの協会にとって非常に重要な年になるだろうと思っています。したがって物事の両面を見る、そういう見方、これはね複眼思考と言ってもいいんだけど、物事にはねそういう裏と表、二面がありますから、だから常にその二面を捉えるような努力をしていく必要があるな、これは私は自分自身への自戒も込めてそう強く思っております。それは別にその新型コロナに限らず何事につけてもそうなんですね。
人間の目は2つあるけれども、でもそれは1つのものをきちっと見るためにできているんであって、同時に2つのものをね見ることはできないんですね。ですから、目標が1つに、絞られていると非常に安心もします。まあ、特に、大学の運動部など経験した人は、まあ、皆さんもそうですし、まあ、私もその一人ですけれどもね、目標を定めて、でひたすらそれに邁進する、そういう生き方に慣れている面があります。でもそこで一歩差し止まって、本当にこれが全てなのかな、もう少し違う見方もあるんじゃないかな、そういう疑問を持つこともね、時には必要なことです。ただ運動部では縦の関係という厄介なものがあって、で先輩にはもちろん敬意を払う必要がありますけれども、ね、先輩の一言で右向けって言われたらみんなが右を向く、そういう傾向は強い。でもそれではいけないと思います。自分で考えて本当にそれでいいのかな、もう少し違う側面もあるんじゃないかな、そういう複眼思考をね持ってことに臨む必要があるんだというふうに思うんです。複眼といえば、まあ、空手もオリンピックの種目になって、でなんとなく試合に勝つことが普段の稽古の目的であるかのように受け止められている節もあります。でも決してそうじゃないわけでね、試合に勝つためだったらもう30過ぎたらね空手やってる意味がなくなってしまう。そうじゃなくて、技術を磨くと同時に、やはり自分の精神面、自己鍛錬、国旗心を鍛える、そういう側面をねもっともっと大事にしていかなければならない。人をやっつけるんだったら別に素手でやる必要ないんで、道具を持った方が早い。そうじゃないものが空手にあるんですよね。それが本来の空手だったと船越先生が日本に紹介した時には、組手試合っていうのはありませんでした。型だけだったんですね。しかし、まあ型も組手もそれぞれに意味があるし、多分これは社会説法ですけれども、型の修練をすることによって組手の技が鋭くなるという面もあるでしょうし、組手を経験することによって、その型の場合には、まあ、そこに見えない敵と戦っているわけですけども、見えない敵を想像しながら周りを考えるとか、それから動作のスピードを考えるとか、時には相手の気を読むとか、そういったこともやらなきゃいけない。それは組手によってある程度鍛えられる面もあるんではないかなと私は勝手に想像しているんですね。まあ、そういう意味でも組手とそれから、型、この両睨みでやる、こういうことが大事じゃないかなと。特に最近は大学なんかでは、もう試合に勝つことが目的になって、組手専門、型専門、そういうふうな稽古の仕方が行われているところが多いと聞きます。私は日本空手協会の空手はそうではあってはならないんじゃないかと、そう思っておりますので、正しい空手を全国に広める、世界に広める、これが空手協会の使命になります。でその活動を支えるのは皆さん方、空手協会の指導員でありますので、どうか今年みんなで力を合わせて、そして、コロナなんかには負けないで空手協会を盛り上げて、いきましょう。そういうことで、プレゴルムはその両面がありますが、感染させない、感染しない、このことについては今までと同じように十分気を使ってください。そしてその上でその先を見据えてみんなで協力して協会の事業活動を盛り上げていきましょう。この1年よろしくお願いいたします。ありがとうございました。カラビアに移りたいと思います。草原会長、植木氏。